忙しいでしょ。いいの、何が。ゆっくり行きましょう。初春、なんぞめでたいの。作戦計画概要をご説明します。降壇作戦、第5作戦海域作戦要項です。大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。テルズキも粘度上がってます。大丈夫。打ち方いいね、いいね。やっぱ駆逐艦の本懐は先頭だよな。狙って隠れて無駄なんだから沈んじゃえ。当たって。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘よーい。足は止めちゃダメ。動
千歳にお礼なんて、全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。一番だって？へえ、悪いな。白露の姉貴、川風が一番だって。キヒヒ。作戦に出ていた艦隊が戻ってきました。ありがとう。助かるの。苦しゅうないぞ。マジで死ぬか。だいぶやられちゃった。長寿船長やられちゃいました。しばらく。仕方ない、ちょっと長風呂するよ。提督も一緒するかい？冗談さ。作戦計画概要をご説明します。なんぞめでたいの。作戦計画概要を。降壇作戦、第五作戦海域、作戦要項で。大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。
長寿星千穂ちゃん、頑張って。狙って高麗激戦、いきます。沈んじゃえ。見つけた、見つけた。まだまだこの鎮痛は沈みません。もう一撃くらいできます。こんな私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って。長寿星千穂ちゃん、頑張って。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげ。給油はいかが。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。
作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。やられちゃいました。しばらく修理に専念し、だいぶやられちゃった。長寿戦じゃ仕方ない。ちょっと長風呂するよ。って私の努力が足りなくてごめんなさい。千代田が心配するからありがとう。助かるの。苦しゅうないぞ。司令官、みんなとスイカ割り。たふむ、わらわをそうして慕うとよいぞ。水着第五戦隊初初春押してまいるぞ。まあいいか。作戦計画概要を。降壇作戦。第五作戦海域作戦要項で水蒸気母艦千歳出撃します。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本体は成功。これからで見つけた。なんてことするのよ。服が台無し。沈んじゃえ。高麗激戦いきます。見つけた。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。魚雷も自発装填済みです。これからです。テルズキも粘度上がってます。大丈夫。打ち方いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本体は攻めるよ。だってな、防いで。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。
一番だって。へえ。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って長寿船長、頑張って。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。水上爆撃機体、いっけー。隠れても無駄なんだから。ガンガン撃って。長寿船長ちゃん、頑張って。これからです。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。水上規模艦明智島よ。この大帝ちゃんと一緒に覚えてよね。作戦に出ていた艦隊が戻って。作戦完了。艦隊が来た。お疲れ様。
ありがとう。別にいいよ。ありがとうね。私の努力が足りなくてごめんなさい。いい感じ。作戦計画概要をご説明します。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第4作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦。後段作戦、第5作戦海域作戦要項で、水上規模艦千歳出撃します。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。私が強いだなんて、そんなありえないです。
新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。いいねいいね、やっぱ駆逐艦の本体は成功だよな。長寿船長ちゃん頑張って、狙って。さあ僕の戦い始めるよ。当たって、ついてきて。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ん？川風が一番だって？へえ、悪いな。白露の姉貴、川風が一番だって。キヒヒ。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。マロ、やられた。まだ沈まねえけどさ。いった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 。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。やだ、燃料が。
溢れちゃうよ。よし、一気に畳みかけるぜ。まだまだこの鎮痛ガンガン押せ。ちょっと一撃くらい狙わせ。進んじゃえ。宝来撃戦いきまーす。いいつけた。テルズキも粘土上がってます。大丈夫。打ち方水上爆撃機体、いっけー。隠れても無駄なんだから。なんてことするのよ。服が足んなし。ガンガン撃って。長寿星ちほちゃん沈んじゃって。魚雷の自発装填済みです。これからです。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。私の努力が足りなくてごめんなさい。仕方ない。ちょっと長風呂するよ。やられちゃいました。しばらく千代田が心配するからなるべく早く治す。はあ、僕、ま、ありがとう。別にいいよ、もったいないから。まあいいか。作戦計画概要。高弾作戦。第5作戦海域作戦要項です。本給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。自発装填済みです。これからです。いいねいいね。テルズキもね。やっぱ駆逐艦の本会は大丈夫そうだよな。高麗撃戦いっかきます。進んじゃえ。隠れても無駄なんだから。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しい。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。
続きも粘度上がってます。大丈夫、魚卵地下装填済み。はじめ、これからです。よし、一気に畳みかけるぜ。当たって。さあ、僕の戦い始めるよ。みんな、ついてきて。見つけた。一番だって。へえ、悪いな。白露の姉貴、川風が一番だって。キヒヒ。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。なんだよ、見るなって。千歳にお礼なんて、全部水上機体のおかげですから。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。ありがとう、いただきます。別にいいよ、もったいないから。提督、作戦を実施してください。提督にご連絡があります。おかわりですか？どうぞ。おかわりですか？どうぞ。作戦計画概要をご説明します。千代田、提督、相変わらずお強い。提督、相変わらずお強いですね。もう提督、相変わらずお強いですね。提督、相変わらずお強いですね。もう一本どうぞ。
提督、相変わらずお強いですね。千代田、少しずつ熱くな。作戦計画概要をご説明します。千代田、少しずつ暑くなってきたわね。今年も夏が来るのね。千代田、少しずつ暑くなってきたわね。今年も夏が来るのね。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんな、いい？ち、まだ逃げるさ。こんなんでくたばやしない。汚れちゃったし。もういいか。作戦計画概要をご説明します。高段作戦、第5作戦海域、作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦です。水蒸気母艦千歳出撃します。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。
こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。よし、一気に畳みかけるぜ。テルズキも連動上がってます。大丈夫、よく近だ。狙って高雷撃戦いきます。沈んじゃえ。隠れても無駄なんだから。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。私でも提督のお役に立てて本当に嬉しい。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。水上爆撃機体いっけー。隠れても無駄なんだから。まだまだこの鎮痛は沈みません。もう一撃くらいできます。これからよし、一気に畳みかけるぜ。一番だって？へえ、悪いな。白露の姉貴、川風が一番だって。キヒヒ。
作戦に出ていた艦隊がも作戦完了。艦隊が来た。お疲れ様。作戦計画概要をご説明します。私の努力が足りなくてごめんなさい。千代田が心配するからなるべく早く直してね。やられちゃいました。しばらく修理に専少し風呂入るわ。ありがとう。別にいいよ。ありがとうね。いい感じ。提督、作戦を実施してください。提督、相変わらずお強いですね。もう一本どうぞ。どうされますか？千代田、少しずつ暑くなってきたわね。まあ、いいか。作戦計画概要をご説明します。鋼弾作戦、第5作戦海域、作戦要項です。大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。
新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。私でも提督のお役に立てて本当に嬉しい。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。私の努力が足りなくてごめんなさい。千代田が心配するからなるべく早く直してね。ありがとう。いただきますね。別にいいよ、もったいないから。作戦計画概要を。降壇作戦、第5作戦海域、作戦要項。大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って。長女船長ちゃん頑張って。いい
ぱ駆逐艦の本体は戦闘だよな。行くぜ。僕の戦い始めるよ。みんなついてきて。見つけた。こんな私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。よし、一気に畳みかけるぜ。狙って、ガンガン撃って。長寿船長ちゃん頑張って。見つけた。さあ、僕の戦い攻撃始めるよ。行きます。みんな、新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。マロ、やられた。まだ沈まねえけどさ。いった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 。私が強いだなんて、そんなありえないで。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。なんだよ、見るなって。千歳にお礼なんて、全部水上機体のおかげですから。給油はいかが。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。撃つよ、撃つからね。やだ、燃料が溢れちゃうよ。テルズキも粘土上がってます。大丈夫。撃ち方狙って始め。いいね、いいね。攻撃戦、やっぱ駆逐艦の本体は戦闘だよな。隠れてて無駄なんだから。さあ、始めちゃいましょう。主砲対空戦闘を用意。水上爆撃機関いっけー。隠れても無駄なんだから。魚雷の自発装填済みです。これからです。ガンガン撃って。長寿船長ちゃん頑張って。
こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。私の努力が足りなくてごめんなさい。仕方ない、ちょっと長風呂するよ。千代田が心配するからなるべく早く直してね。はあ、僕マジで死ぬ。だいぶやられちゃった。長寿戦術やられちゃいました。しばらく修理に先ジーンズ行きます。ジーンズ行きます。海白露型駆逐艦川風第61駆逐隊テルズキ。サツキ出るよ。司令官そろそろですか。ありがとう。別にいいよ、もったいないから。作戦計画概要をご説明します。提督にご連絡があります。作戦計画概要をご説明します。まあいいか。作戦計画概要を降壇作戦第5作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼は大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。よし、
一気に畳みかけるぜ。魚雷も自発装填済みです。これからです。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しい。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って。長女戦長ちゃん頑張って。魚雷自発装填済みです。これからです。よし、一気に語りかけるぜ。無駄なんだから。さあ僕の戦い、攻撃始めるよ。行きます。みんなついてきて。見つけた。私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ひとせにお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。水上爆撃機体、いっけー。隠れても無駄なんだから。沈んじゃえ。ガンガン撃って。長女戦地砲ちゃん、よし頑張って。一気に畳みかけるぜ。魚雷も自発装填済みです。これからです。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。カゲロウ型駆逐艦4番艦
親潮です。司令、第15駆逐隊、どうぞよろしくご指導ください。お願いいたします。作戦に出ていた艦隊が戻っ…おーい、提督、艦隊戻りました。作戦計画概要をご説明します。私の努力が足りなくて。ありがとう。別にいいよ。もうこれでまた頑張れるよ。こりゃマジパない。作戦計画概要を。降壇作戦、第5作戦海域、作戦要項です。大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。一番だって？へえ。
新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って、超10センチ砲ちゃん頑張って。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。貴様が司令官か。私はナチ、よろしくお願いする。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦完了。艦隊が来た。お疲れ様。作戦計画概要をご説明します。ありがとう。別にいいよ。ありがとうね。そろそろ夏。高原の秘書司令。ん？あら？司令官様、お疲れ様です。ウェイアンカー USS ジョンストン第11水雷戦隊、待つ発表します。
第15駆逐隊おやしを出撃します。ヨーソロー。ジオだ、少しずつ暑くなってきたわね。今年も夏が来るのね。いい感じ。仕方ない、ちょっと長風呂するよ。はあ、僕マジで死ぬ。私の努力が足りなくてごめんなさい。やられちゃいました。しばらく修理に専念します。すみません。おかわりですか。どうぞ。作戦計画概要をご説明します。おかわりですか。どうぞ。提督、相変わらずお強いですね。もう一本どうぞ。カゲロウ型駆逐艦8番艦の雪風です。私たち主力艦隊型駆逐艦の中で十数回以上の使用回戦に参加しながらも唯一ほとんど無傷で終戦まで生き残りました。奇跡の駆逐艦って？ジオだ、少しずつ暑くなってきたわね。こと作戦計画概要をご説明します。まあいいか。作戦計画概要を降壇作戦。第5作戦海域作戦要項です。大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。自発装填済みです。これからです。ガンガン撃って。おー！
長センチ王者、頑張るぜ。沈んじゃえ。ここかな。見つけた、見つけた。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しい。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って。長女船長ちゃん頑張って。狙って。よし、一気に畳みかけるぜ。見つけた。当たって沈んじゃえ。見つけた。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。始めちゃいましょう。手法、対空戦闘、よーい。いった。魚雷発射艦は大丈夫？危険だったら投棄して。千歳にお礼なんて、全部水上機体のおかげですから。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。だいぶやられちゃった。ありがとう。いただきます。別にいいよ、もったいないから。作戦計画概要。降壇作戦。第5作戦海域、作戦要項です。本作給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。駆逐艦の本体は戦闘だな。攻撃。
始めるよ。みんな絶対ついてきて。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しい。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って。長寿船長ちゃん頑張って。両面自発装填済みです。これからです。よし、一気に畳みかけるぜ。見つけた。なんてことするのよ、服が台無し。砲雷撃戦僕の戦い始めるよ。見つけた。みんなついてきて。やだ、燃料が溢れちゃうよ。ん？川風が一番だって？へえ。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。けどさ、ガンガン撃って。長寿船長ちゃん頑張って。両面自発装填済み。これからです。よし、一気に畳みかけるぜ。見つけた。さあ僕の戦い始めるよ。僕とヤイヤついてきて。かわいいね。水上爆撃機体いっけ。隠れても無駄なんだから。これからです。こんな私でも提督のお役に立てて
本当に嬉しいです。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。私の努力が足りなくてごめんなさい。仕方ない、ちょっと長風呂するよ。千代田が心配するから。ありがとう。別にいいよ、もったいないから。千代田、少しずつ暑くなってきたわね。今年も夏が来るのね。されますか？提督にご連絡があります。提督にご連絡があります。作戦計画概要をご説明します。おかわりですか？千代田、少しずつ暑くなってきたわね。今年も夏が来るのね。カゲロウ型駆逐艦第4番艦親潮です。舞鶴生まれです。両艦の黒潮さんたちと共に。Thank you.
リア海軍マエストラール級駆逐艦レームシップのマエストラールです。結構いっぱい働いたのよ。先端護衛はもちろんだけど、あたいはユーグモ型駆逐艦その16番艦アサシモさ。よーく覚えとくんだよ。戦況が悪化した頃にデビューしたんだ。あたいはユーグモ型駆逐艦その。ルイージ・ディ・サボヤ・ドゥ・カ・デッリアブルッツィ系巡洋艦ジュゼッペ・ガルバルディだ。うわ、姉貴の名前長くって。でもおかわりですか。どうぞ。まあいいか。作戦計画概要をご説明します。降壇作戦。第5作戦海域作戦要項です。本作戦大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。テルズ機も粘度上がってます。大丈夫。打ち方いいね。やっぱ駆逐艦の本会はこれからな。はい、僕も攻撃始めるよ。行きまーす。みんな叩いてきて。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。テルズ機も粘度上がってます。大丈夫。打ち方狙って始め。よし、一気に畳みかけるぜ。見つけた。砲雷撃戦いきます。沈んじゃえ。見つけた。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。さあ
始めちゃいましょう。よいしょ、対空戦闘よーい。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。が一番だって？へえ、悪いな。白露の姉貴、川風が一番だって。キヒヒ。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。ありがとう。別にいいよ、もったいないから。やられちゃいました。しばらく仕方ない。ちょっと長風呂するよ。だいぶやられちゃった。長寿船長ちゃん、はあ、僕マジで私の努力が足りなくてごめんなさい。作戦計画概要をご説明します。Thank you.
作戦計画概要をご説明します。作戦計画概要をご説明します。もう、いいか。作戦計画概要を降壇作戦第5作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼は水蒸気母艦千歳、出撃します。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って長女戦長ちゃん狙ったよ。し、一気に畳みかけるぜ。隠れても無駄なんだから。当たって。さあ、僕の戦い始めるよ。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ガンガン撃って長女戦長ちゃん
台無し。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。私の努力が足りなくてごめんなさい。仕方ない。ありがとう。別にいいよ、もったいないから。第61駆逐隊テルズキ発病します。作戦計画概要を降壇作戦。第5作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦です。基地航空隊との共同作戦。大丈夫、私に任せて。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。けどさ、いった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 。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。よく狙って、ガンガン撃って。長女戦長ちゃん頑張って。いいねいいね、やっぱ駆逐艦の本会は全然だよな。だって行くぜ。見つけた、見つけた。
しても提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。さあ始めちゃいましょう。超大空戦闘よーい。なんてことするのよ、服が台無し。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。ん？川風が一番だって？へえ、悪いな。白露の姉貴、川風が一番だって。キヒヒ。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。されちゃいました。しばらくし、はあ、僕マジで死ぬ。仕方ない、ちょっと長風呂するよ。私の努力が足りなくてごめんなさい。だいぶやられちゃった。ありがとう、いただきますね。別にいいよ、もったいないから。
強くなっちゃった。作戦計画概要をご説明します。強くなっちゃった。あ、ここの部分直してね。そうそう、もっと便利になりたいの。おかわりですか？どうぞ。おかわりですか？どうぞ。作戦計画概要をご説明します。作戦計画概要を講談作戦。第5作戦海域、作戦要項です。チーズ、行きます。第61駆逐隊、テルズキ、抜病します。三日月、出撃します。作戦計画概要、講談作戦。第5作戦海域、作戦よ。水蒸気母艦千歳、出撃します。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。見つけた。いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本会は先行だよ。頑張って行くぜ。これからです。隠れても無駄なんだから。さあ僕の戦い攻撃始めるよ。行きます。みんなついてきて。見つけた。私でも提督のお役に立てて。ほん、新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。テルズキも粘土上がってます。魚雷も大丈夫。打ち方これから勝ち。いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本体は戦闘だよな。
私でも提督のお役に立てて本当に嬉しい。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。さあ始めちゃいましょう。手法対空戦闘用意。ちぇ、なんだよ、見るなって。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。水上爆撃機体一撃、隠れても無駄なんだから。なんてことするのよ、服が台無し。沈んじゃえ、ガンガン撃って。長寿船長ちゃん、よし頑張って。一気に畳みかけるぜ。おめでとうございます。作戦成功です。ん？川風が一番だって？へえ、悪いな、白露の姉貴。川風が一番だって。キヒヒ。
次の作戦海域の攻略が可能です。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。
作戦完了。艦隊が来た。お疲れ様。作戦計画概要をご説明します。しばらく修理。私の努力が足りなくてごめんなさい。はあ、ありがとう。別にいいよ。ありがとうね。行き第61駆逐隊テルズキ発病します。三日月出撃します。評価してくれてありがとう。これで司令官。うん、いつもの僕とは違うよ。いいんじゃない。もっと頑張らないとですね。司令官、これならいけそうです。これならいけそうです。強くなっちゃった。あ、ここの部分直してね。そうそう、もっと便利になりたいの。
提督、おめでとうございます。よろしくお願いいたします。いい感じ。ふむ、また強くなったの。わかった、大事に使う。もういいか。作戦計画概要をご説明します。降壇作戦、第5作戦海域、作戦用水上規模艦千歳出撃します。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。テルズキも粘度上がってます。大丈夫。よーし、一気に畳みかけるぜ。当たって。さあ、僕の戦い始めるよ。狙って、見つけた。ついてきて。見つけた。僕のことを見直してくれた。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。作戦計画概要をご説明します。ありがとう。いただきますね。別にいいよ、もったいないから。チーズ、一
きます。さつき出るよ。ジオだ、少しずつ暑くなってきたわね。作戦計画概要をご説明します。ジオだ、少しずつジオだ、少しずつ暑くなってきたわね。今年も夏が来るのね。作戦計画概要をご説明します。作戦計画概要を降壇作戦。第6作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦降壇作戦。第6作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成に。作戦計画概要をご説明します。まあいいか。作戦計画概要を降壇作戦。第5作戦海域、作戦要項です。本作給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。さあ、僕の戦い始めるよ。当たって。みんな、ついてきて。テルズキも粘度上がってます。鎧持ち大丈夫。打ち方、これから始め。やっぱ駆逐艦の本会は戦闘だよな。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。狙ってガンガン撃って。ちょ
壊は戦闘だよな。行くぜ。見つけた。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。隠れても無駄なんだから。ガンガン撃って長寿星千穂ちゃん、頑張って魚雷の自発装填品、これから沈んじゃえ。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。白雪です。よろしくお願いします。作戦に出ていた艦隊がおーい提督、艦隊戻りました。作戦計画概要をご説明します。ありがとう。別にいいよ、もったいな。これでまた頑張れるよ。
千代だ。少しずつ暑くなってきたわね。こりゃマジパない。私の努力が足りなくてごめんなさい。仕方ない、ちょっと長風呂するよ。だいぶやられちゃった。長寿星千穂ちゃんごめんね。強くなっちゃった。あ、ここの部分直してね。そうそう、もっと便利になりたいの。後ろの降車装置？そこは側だけなので。提督、あまり触らないでくれます？チーズ、行きます。三日月、出撃します。サツキ、出るよ。提督、相変わらずお強いですね。もう一本どうぞ。作戦計画概要をご説明します。提督、作戦を実施してください。作戦計画概要を。降壇作戦、第5作戦海域、作戦要項水蒸気母艦千歳出撃します。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。こんな私でも提督のお役に立てて本当に。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。見つけた。
無駄なんだから。頑張って。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。まだまだこの鎮痛は沈みません。もう一撃くらいできます。こんな私でも提督のお役に立てて本当にありがとう。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。僕とやり合う気なの？かわいいね。なんだよ、見るなって。千歳にお礼なんて全部水上機体のおかげですから。給油はいかが？新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。自慢なの。魚雷発射艦は大丈夫？いいね、いいね。やっぱ駆逐艦の本懐は戦闘だよな。沈んじゃえ。出る時の粘度上がってます。って大丈夫。見つけた。はじめ。新開発のニザ水上偵察機が自慢なの。水上爆撃機体、いっけー。隠れても無駄なんだから。沈んじゃえ。よし、一気に畳みかけるぜ。ん？川風が一番だって？へえ、悪いな。白露の姉貴、川風が一番だって。キヒヒ。作戦に出ていた艦隊が戻ってきましたね。